健康優良児の黒丸が体調不良になるなんて、ちゃんと休めているのか心配ですわ。かぐや様、黒丸、なぜ学校にいるんですの。今日は休みなさいと言ったでしょ。もう治ったのだ。満腹黒丸ちゃん完全復活なのだ。いけませんわ、今日は帰りなさい。かぐや様は心配性すぎるのだ。神田川杯に向けてもっと練習が必要なのだ。元気なのに休んでられないのだ。それはそうかもしれませんけど。ちょっとユズ押すなってば。だってこんなキラキラしたとこ緊張するよ。こういうのはマナッチャの役目でしょ。あなたたち、武蔵野女学館で何をしていますの？やばいよユズ、バレちゃったよ。落ち着いてマナちゃん、うちら何も悪いことしてません。何か用があっていらしたんでしょ。ほらマナちゃん、私たちとジェットレースの試合をしてください。試合ですか、急な話ですわね。うちら学校でボランティア活動してるんだよね。で、老人ホームのおじいちゃんおばあちゃんたちが名門武蔵女とうちらの試合が見たいらしくて、できれば夢を叶えてあげたいなみたいな。協力したいのは山々ですが、申し訳ありません、お断りさせていただきますわ。そっか、急に言われてもむずいよね。残念だけど仕方ないね。マナちゃん帰ろっか。ちょっと待つのだ。かぐや様、満腹黒丸ちゃんは大丈夫なのだ。だから試合をするのだ。黒丸、レースで完全復活したことを証明するのだ。だからお願いなのだ。わかりました、試合をお受けしましょう。やったねマナッちゃん、おじいちゃんおばあちゃんせっかく喜ぶよ。よーし、あたしらだって意外と強いってとこ見せてやるかんね。黒丸、勝負をするからには全力です。ただし無理はほどほどになさい。途中で体調が悪くなったら許しませんわよ。大丈夫なのだ、かぐや様は心配しすぎなのだ。市街の緩やかなラインと細い道幅のコースが入り組むネオ日本橋、工夫次第で走りを有利に進められそうですね。コースの構成がシンプルとはいえ、各所に技術で切り抜けるポイントが、細かい詰めで攻める姿勢が必要。私と黒丸の全力をお見せしましょう。3、2、1、スタート。ドレスと試合なんてマジビビるけどさ、おじいちゃんおばあちゃんのためにも夢中明日のレースにしよう。うちらの練習はきっちりやってるし、勝つつもりでいこう。黒丸、本当に大丈夫なのですか。満腹黒丸ちゃんは元気もりもりなのだ。レースが始まります。
そうですか。黒丸、信じていますよ。気をつけないと。満腹黒丸ちゃんに任せるのだ。お見舞いするのだ。ブースト全開です。私の杞憂でしたね。だからそう言ってたのだ。元気じゃない満腹黒丸ちゃんなんて、満腹黒丸ちゃんじゃないのだ。ドレスマジすっご。こりゃおじいちゃんたち絶対盛り上がってるね。終わった後に勝負してよかったって言われたし、うちらも最後まで頑張ろう。これは驚きました。思っていた以上の成績。トップでゴールです。
こんなボコボコにされるとは。もうマジ無理、しんどい。けどおじいちゃんとおばあちゃんたち嬉しそうだったね。そうそう、めっちゃ盛り上がってた。いいレースになってよかったよ。さすがムサジョって感じ。いいえ、いいレースになるのは強敵がいるからこそです。カグちゃんに褒められたって言ったら学園ホームで自慢できるよね。カグちゃん、一回バトったら仲間じゃん。もしかして嫌だった？いいえ、そんなことはありません。それじゃ、そろそろ行こっか。まるまるもありがとね。黒丸？なんでもないのだ。満腹黒丸ちゃんも楽しかったのだ。バイバイ。神田川杯では負けないかんね。黒丸、やっぱりまだ体調が戻っていないのでは。満腹黒丸ちゃんは元気はつらつなのだ。かぐや様に嘘なんてつかないのだ。ですが、そんなことよりレースが終わってお腹が空いたのだ。かぐや様、何か食べて帰るのだ。たい焼き、たこ焼き、クレープにアイスも食べたいのだ。食欲があるのなら大丈夫ですわね。じゃあ全部買って帰りましょう。なのだ、やったのだ、いっぱい食べるのだ。食欲はいつもと変わらない様子ですが、なんでしょうこの不安は。神田川杯まであと1週間。泣いても笑ってもそこで全てが決まります。大丈夫なのだ、絶対に勝てるのだ。いろいろな人たちと試合をしてドレスはとっても強くなったのだ。だから安心していいのだ。幼少期私は孤独でした。四十院家の名に恥じぬように常に気を張っていたこともあり、同級生は私に寄りつこうともしませんでした。ですが黒丸だけは話しかけてくれましたね。あの頃のかぐや様はあまり楽しそうじゃなかったのだ。他人に対して壁を作っていましたから。ジェットレースをして新しい友達もたくさんできたのだ。ええ、そうですね。黒丸、私は手応えを感じていますわ。ジェットレースでいい試合をすれば多くの人の心を動かすことができると。そうなればジェットレース部もなくならないのだ。ええ、お父様も説得できるはずです。あなたはここで何をしてるの？今は朝女の練習時間よ。そうでしたか、別に邪魔をするつもりはありませんでした。なんだか最初に会った時みたい。そうだね、立場は逆だけど。ジェットレースで勝負しませんか？これから練習なのでは？
私たちあの頃に比べたらとっても強くなったんです。それをかぐやさんに見てもらいたいなって。おいりん構いません。私もあなたたちとの勝負で確かめたいことがあります。確かめたいこと？なんだかわからないけど楽しいレースにしましょうね。下流域浅草橋、夕日の光が河川敷とともにジェットレーサーたちを照らします。水路は広くし、私と黒丸の全力をお見せしましょう。3、2、1スタート。四十位、なんだか雰囲気が変わったな。葵美沙さん、あなたもですよ。強くなったというのは本当のようですね。私たちあれからものすごく練習したんだ。だから今度こそ負けないよ。最強はドレスなのだ。それは今までもこれからも変わらないのだ。今がチャンス。いただくのだ。むしゃむしゃ、満腹黒丸ちゃんに任せるのだ。大事だ。お見舞いするのだ。行くのだ。ジェットガール、短期間でこれほどの成長をするとは。すごいのだ。満腹黒丸ちゃんも驚きなのだ。でしょでしょ、最後の一周でもっと驚かせてあげるんだから。神田川杯まではまだ時間がある。私たちはもっともっと強くなる。全力全開だよ。
それは驚きました。思っていた以上の成績私に勝とうなんて無謀な考えです。私にふさわしい勝負。やっぱり強いな。これが今の私たちの実力だよ。神田川ジェットガールズもとっても強かったのだ。こんな短期間に実力を上げるなんてすごいのだ。でも負けは負けだよ。悔しいな。やはり私の目に狂いはありませんでしたわ。以前レースをした時にあなたたちから感じたのです。私に足りなかったもの、もう一度勝負してみてはっきりと分かりました。それはジェットレースを心から楽しむこと。以前の私にはそれが足りなかった。でも今は違います。私たちもジェットレースを心から楽しんでいます。かぐやさん、並木さん、葵さん、神田川杯決勝でお会いしましょう。きっと今までで一番楽しい試合になるのだ。ああ、約束だ。大会までまだ1週間あるもんね。かぐやさんたちに負けないぐらい強くなるから楽しみに待っててね。神田川ジェットガールズ、大会では強敵になりそうですわね。絶対に負けられません。残り1週間みっちり練習いたしましょう。もちろんなのだ。頑張るのだ。黒丸、どうしたのですか。すごい熱ですわ。大丈夫なのだ。ちょっとフラッとしただけなのだ。やはり無理をしていたのですね。無理なんてしてないのだ。まだまだ頑張れるのだ。くだまれ。特訓した甲斐があったね。Thank you.
しようかな。続けるね。
黒丸、自宅で安静にしているはずでしょう。満腹黒丸ちゃん、もう元気になったのだ。ちょっと無理をしすぎて疲労が溜まっていただけなのだ。たっぷり休んだから本当の本当に元気になったのだ。黒丸、あなたは前にそう言って私に嘘をつきました。まだ万全ではないでしょう。ですから神田川杯は諦めます。嘘をついてごめんなさいなのだ。でもこのままじゃジェットレース部がなくなってしまうのだ。あんなに頑張ったのに全てが無駄になってしまうのだ。ジェットレース部は大切です。だったらどうしてなのだ。それ以上に黒丸が大切だからです。あなたは私の一番大切な友達ですもの。もしあなたの身に何かあったら、私は、だったらその友達のことをもう一度だけ信じてほしいのだ。満腹黒丸ちゃんは絶対に裏切らないのだ。かぐや様の気持ちを裏切らないのだ。この時間だともう1回戦には間に合わないかもしれません。ですね、まだ諦めるわけにはいきませんね。行きましょう黒丸。それでこそかぐや様なのだ。神田川まで全力ダッシュすればきっと間に合うのだ。武蔵野女学館ジェットレース部、ただいま参りました。四十院さん、遅いです。待ちくたびれましたよ。一回戦の時間はもう過ぎているのだ。間に合いませんでしたか。こんなことになって申し訳ありません。何をおっしゃっているんですか。試合はこれからですよ。ですが、自分たちがいいと言っているのです。早くジェットレースの用意をしてください。ジェットレーサーはレースで語り合うもの。いざ勝負です。戦いの局面は無限の可能性を秘めている。波乱の多い試合になることは間違いありません。道幅の変化にも気をつけてください。私と黒丸の全力をお見せしましょう。3、2、1、本当にいいんですね。ええ、もちろんです。だからもうこの話は終わりです。ドレスに新規臭い雰囲気は似合わねえ。正々堂々勝負して俺たちが最強だってことを教えてやるからな。ありがとうなのだ。がっかりさせないように一生懸命走るのだ。
気をつけないと。まっすぐ黒丸ちゃんの腕のとどめなのだ。ターゲット捕捉しました。もっとスピードを上げます。よっしゃ。邪魔するんじゃねえ。黒丸、最後まで全力でいきますわよ。もちろんだ。影山のために勝利に挑むのだ。それでこそドレスです。天木さん、私たちも気合を入れましょう。面白くなってきたぜ。最終ラウンドもガンガン行くぜ。これは驚きました。思っていた以上の成績。満足のいく走りでした。いいえ、勝負には勝ちましたが、試合には負けたのです。これが私たちの最後のレースになりましたね。どうしてなのだ。大会規定では試合に遅れれば失格とありますから。そのことですが、同じブロックの私たちと馬場所が大会運営に掛け合ったのです。試合の開始時間を遅らせてくれと。他のチームも心よく同意してくれました。どうして。そんなの決まっています。ドレスに勝利しなければ神田川杯を制したとは言えないからです。
それに洋菓子をいただいた借りがありますし。ありがとうございます。ババジョのお二人にもお礼を言ってください。友達が困っている時には手を差し出すべき、そうおっしゃっていました。準決勝頑張ってください。自分たちも応援しています。では、私たちはこれで。かぐや様、よかったのだ。みんなライバルであると同時に頼もしい仲間なのだ。ええ、そうですね。満腹黒丸ちゃんも完全復活なのだ。かぐや様、絶対に優勝するのだ。ええ、素晴らしいライバルたちがいるから私たちも真剣勝負ができるのですわ。さあ行きましょう。武蔵野女学館ジェットレース部の未来のために。早くレースで試したいね。試合結果は、神田川ジェットガールズが勝ってるのだ。やはりそうでしたか。前以上に実力をつけているようですわね。あの二人は必ず決勝へ上がってきます。私たちも気を抜かず頑張りましょう。あやいさんだ。お、この声はまるまるじゃん。やっほやっほ、次の試合よろしくね。よろしくなのだ。二人とも調子いい感じでよかったよ。だね、ドレスが遅刻って聞いた時はマジで焦ったわ。その節はご迷惑をおかけしました。皆様には感謝してもしきれません。運営さんを説得してくれてありがとうなのだ。そんなに感謝されたら出れんじゃん。マジな話すると、この前負けて悔しかったんよね。負けてあんな気持ちになったの初めてっていうかさ。そうそう、だからリベンジもせずに勝つなんて嫌じゃん。白石ちゃん、緑川ちゃん、なんかこういう話苦手。はい、だからもうこの話は終わり。この前と違って余裕で勝っちゃうんだから覚悟しててね。今までの私らとは違うかんね。めっちゃ特訓したんだから。学校のみんなも、ホームのおじいちゃんおばあちゃんも、うちらのことを応援してくれてるんだ。だから相手がムサジョでも負けないよ。レースにかける思いは誰もが同じですわね。もちろん私たちも負ける気はありません。絶対に負けられない勝負がここにはある。オフィス街と昔ながらの川を駆け抜けるこの日本日本橋、お仕事中の皆さん、レースが始まりますよ。風情とビル街の融合、白昼のお忙しい最中お邪魔いたします。
私らもドレスに感謝してるから。ジェットレースのモチベがめっちゃ上がったよね。二人ともマジでやりやり。うん、本当にいい友達ができたのだ。まっぷく黒丸ちゃん負けてきたのだ。私も黒丸と同じ思いです。頂点は一つ、黒丸、ナムトは優勝するまでお預けです。この速さ神じゃない。いよいよ最後の一周です。マナちゃん、レースってめっちゃ楽しいね。あたしらなんでこんなことに気づかなかったんだろう。ババジョの二人めちゃくちゃ強い。これでいいのですね。レースが白熱すればするほど会場も盛り上がりますもの。大丈夫ですか。気をつけないと。満腹黒丸ちゃんに任せるのだ。お願いするのだ。気をつけないと。これは驚きました。思っていた以上の成績。トップでゴールです。やりましたわね。ワンちゃん勝てそうだったのに。ユーズ、私マジで悔しいよ。マナちゃん泣かないでよ。うちも悲しくなっちゃうじゃん。白石さん、緑川さん、素晴らしいレースをありがとうございます。メイク剥がれちゃうってば。二人の分も決勝で頑張るのだ。だから応援してほしいのだ。
から決勝で負けたら怒るかんね。ええ、友達のためにも勝利を掴んでみせましょう。ううん、うちらはもうただの友達じゃない、 BFF だよ。 BFF？ ベストフレンドフォーエバー、つまり永遠の友達ってこと。ベストフレンドフォーエバー気に入りましたわ。試合が終わったみたいなのだ。勝利チームは神田川ジェットガールズ。最高のレースになりそうなのだ。それ間違いない。今年の神田川杯ヤバすぎだよ。決勝戦にはお父様もいらっしゃいます。黒丸、会場へ急ぎましょう。分かった。こんなに楽しいレースは次の試合で最後にはしません。見て見て、ミサちゃん、また成長した気がする。あなたたちがここまで強くなるなんて、賞賛に値しますわ。褒めてくれるのは嬉しいけど、それは私たちが勝った後にして。それができないから今してるのだ。優勝するのはドレスに決まってるのだ。かぐや様、黒丸、正直に話しますわ。初めて緊張しています。今までどんな相手と勝負してきてもこんな気持ちになったことがありません。なぜだか体が震えてしまいます。かぐや様、それは武者震いというやつなのだ。もし心配だったとしても大丈夫なのだ。今までたくさん練習してたくさん試合をしてきたのだ。最後の1週間は病気で休んじゃったけど、でもでも、かぐや様は一人じゃないのだ。かぐや様には満腹黒丸ちゃんがついてるのだ。ありがとう、その言葉とても心強いですわ。私たちはジェットレース部の存続を目指して走ってきました。ですが今は純粋にレースを楽しみたい。その姿をお父様に、この会場にいる人々に見てもらいたい、そんな気持ちです。満腹黒丸ちゃんも同じ気持ちなのだ。かぐやさん、満腹黒丸さん、いいレースにしようね。ええ、もちろんです。ドレス史上最高のレースを見せて差し上げます。差し上げるのだ。
この神田川下流域浅草橋、カーブの種類の多さがこのコース最大の特徴ということになりますか。コースを熟知していることは当然として、カーブ続きのこのコースでスピードを出せるポイント探しが最も重要。私と黒丸の全力をお見せしましょう。スリー、ツー、ワン、スタート。私と黒丸の熱い思いを全力でぶつけて走り出す。最後まで見届けてください。大丈夫なのだ、かぐや様の思いは必ず届くのだ。黒丸の言葉は何よりも心強いですよね。本当にあなたと出会えてよかったです。最高の褒め言葉なのだ。まんぷく黒丸ちゃん、画面やる気が出てきたのだ。神田川ジェットガールズ、一生忘れられないレースにいたしましょう。この速さについてこられますか。ブーストかけるね。大丈夫ですか。必殺技打てるぞ。全力で行きます。勝つならそうですね。むしゃむしゃ行くのだ。勝つならそうですね。むしゃむしゃ必ず当てる。元気もりもりなのだ。行くのだ。行くよ。当てる。全力全開だよ。もっとスピードを上げます。神田川ジェットガールズ、最初の頃とは大違いの力なのだ。あの時負けて悔しかったから、アリサちゃんが猛特訓したんだよ。神田川杯決勝のこのレース、必ずリベンジしてみせる。私たちは負けませんわ。なぜなら私たちは最強のチーム、ドレスなのですから。全力全開だよ。アイテムをゲットしたのだ。よし、当てちゃうのだ。
リアクションモリモリなのだ。とどめなのだ。この速さについてこられますか。どうだ。行くのだ。これは驚きました。思っていた以上の成績私に勝とうなんて無謀な考えです。私にふさわしい評価。この高揚感楽しかったですわ。すっごいレースだったのだ。どっちが勝ってもおかしくなかったのだ。おめでとう、かぐやさん。満腹黒丸さん、おめでとう、ドレス。黒丸、その時が来ましたね。かぐや様、言ってやるのだ。皆さん、聞いてください。私たちのチーム武蔵野女学館ジェットレース部はこの大会をもって解散することが決まっています。なんで。でも私たちはレースをやめたくありません。だってレースは最高のライバルたちと競い合うとても楽しいものだから。武蔵野女学館ジェットレース部存続のためどうか皆さんの力を貸してください。かぐやさん、そっか、そんな思いで走ってたんだ。私たちも力になるよ。これからも四十員たちと走りたいから。ありがとうございます。なんだよ、黙ってるなんて水臭いじゃん。でも話してくれてめっちゃ感動した。うちらも応援するよ。私たちも微力ながら手を貸します。これは武蔵野女学館だけではなくジェットレース界全体の問題です。黒丸、私は幸せですわ。満腹黒丸ちゃんもなのだ。お父様との話し合いはここからです。ですが、きっと、きっと理事長は分かってくれるのだ。だってこの神田川に集まった人たちはみんなジェットレースが大好きなのだ。顔をしているのだ。理事長はかぐや様の試合に感動してレース部も存続になったのに何が不満なのだ。お父様が分かってくださったのは嬉しいのですが、レース部をなくそうとしていた理由を聞いてしまってる。最近のジェットレースの衣装は過激すぎる。大切な娘が露出の多い服を着せられたら嫌だったってやつなのだ。そんなバカバカしい理由だったなんて真剣に悩んで損しましたわ。
理事長はかぐや様のことを心配していたのだ。悪気があったわけじゃないのだ。まあそうですよね。家族なら話さずとも分かってくれる。そう思うのは危険ですね。これからはお父様ともしっかり話をすることにします。でも終わりよければ全てよしなのだ。そう言いたいところですが、黒丸、終わりではありませんよ。え？私たちのジェットレース部はまだまだこれからです。ライバルたちとの素晴らしい試合がまた待っていますわ。わかったのだ。今日もいっぱい練習していっぱい食べるのだ。ええ、それでは神田川に行きましょう。神田川ジェットガールズ。